し。はい、おはようございます。今時刻が9時45分です。朝飯、はい、これ三色丼のそぼろのみ、あと豚汁です。いただきます。昨日夜遅くまでありがとうございました。あ、七味だ。これ2日目の豚汁かな。うん、あ、違うわ、3日目だ。うん、うまい。今日はこの後昼から ソフトボールの試合です。子供のね、行ってきますよ。天気が心配でしたけど、晴れましたね。晴れてはないか、うん、雨は上がりました。夜中がすごかったね。あのライブ終わった後がね、ライブ終わったのが11時頃だったでしょ。23時頃で、でその後も俺すぐ寝たんですよ。じゃあもう夜中の1時ぐらいにもうすごい雨と風の音で目が覚めましてね。で、うわ、どうしよう、これ風も結構吹いとるなと、自転車大丈夫かなと。うち自転車庭に3台あるんですけど、自転車飛ばんかなとか思ったりね、うん、こっち の裏庭の方に入れてなかったんで。でもこんな土砂降りの中出たくないしなって10分ぐらい葛藤して再び寝落ちしてましたけども、うん、うん、うまい。でか大根。今日はそんな一日で作れるかな。うん。潰れるというか終わるかな。うん。えのきもうまい。そぼろかけてもよかったけど、これ白飯でもよかった。誰か上がってきた。
出た。兄弟喧嘩ですわ。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。さあ、まあ、もうちょっと時間が あるんでね、まあ、この後スーパーで今日の飲み物とあとガッツギア買って、はい、試合に臨みたいと思います。ご視聴ありがとうございました。you